はいどうも、たらこです。今日はですね、えー、手越し也、ジャニーズを退社した手越し也が、まあ明日、えー、YouTube チャンネルの方で自分で解説した YouTube チャンネルの方で、まあ、会見を行うということで、明日の8時かな。まあこれについて、えー、もう本当にね、まあ手越し也まで YouTube チャンネルに、まあ、来ると、まあ、本当、まあ、 YouTube っていうものが、まあ、不祥事を起こした芸能人のもう墓場みたいになるからやめてほしいなってずっと思ってたんだけど、まあ本当に来て、もうもはやもう地獄、地獄絵図みたいに、えー、YouTube がね、まあなってるんだけども、えー、先日、さんまのまんま、明石家さんまさんの番組に、えー、はじめ社長が出演、まあしてたんだけども、まあそこでさんまさんがね、 えー、YouTuber と、まあ、テレビっていうのはもう敵対関係にあるっていうことで。で、俺もがっつりその、テレビ世代で、あの、子供の時なんか YouTube っていうのはなかったから、えー、もう面白かったんだね。いろ規制も今よりも全然緩かったし。で、もうがっつりダウンタウン世代なので、あの時のテレビは面白かったなっていうふうに思ってるんだけど、今のテレビはもう本当に、えー、もう全然面白くないから、全く見ないんだけど、そこでね、はじめ社長が、 えーまあ、芸能人の参戦についていろいろと喋っててさんまさんが、えー、ほんまにごめんなと、えー、本当はまあ素人の、えー、そういった領域にまあプロが入るっていうことはまあ良くないことだからもうあの本当にこちらからすいませんっていう感じでねさんまさんが謝ってらしたんですけども、まあ、はじめしゃちょ長がそこで。 えーまあ、確かにその、まあ、トップユーチューバー以外の、まあ、例えば中堅。中堅ってどれぐらいなのかな、まあ、?5 万人以下の人たちのことを言うのかな、えー、やっぱ出にくい、出にくくなってる。目立ちにくくなってるっていうことで、で、自分もまあ、そこにまあいるわけだから、800人台と,とか、だからね、まあリアタイでよくわかるのよ。あのー、 これ3年前に始めてたらもっと違ったんだろうなとか、いうふうにはすごく思ってて。で、結局それで生み出されたのが、まあ、ま、ああの、ヘズマくん、ヘズマリューみたいな、まあ you、YouTube、ユーチューバーまあそうじゃないと、まあ、あ伸び、伸びにくいというか、目立ちにくくな、まあ、なってて。で、やっぱ先人のそのユーチューバーの人たちがさ、やっぱいい土に耕してくれて、ユーチューバーって何その、えー、怪しい、 職業みたいな、職業というか、ま、あ怪しい、その働きもせず、お金を稼いでみたいなことを数年前まで言われてたのが、えまあ、あユーチューバーって言葉がここ2年ぐらいで広まって、本当にいい、あのー、土に耕してくれたと,ところに、あのー、まあ、例えば宮坂とかもそうだけど、まあ、ズカズカと、えー、不祥事を起こして何の見そぎもしてない、えー、芸能人の人たちが、 まあ、あの、YouTube チャンネルを、まあ、解説し始めてるっていうことについてね、やっぱ、俺は、すごく、まあ、嫌なんだよね。で、何が嫌かっつったら、やっぱ、子供たちがたくさん見てるのよ。で、ヒカキンさんが言ってたように、あの、YouTube ドリームっていうのも、どんどん、やっぱ、なくなってきてて、で、今でね、あの、小学生とかが、えー、憧れの職業、YouTuber っていうのをね、えー、いつもランキング、 上位に入ってますけども、そういう夢の、夢を持ってる小学生たちのところに、えー、何のけじめもつけてない、えー、人たちが、芸能人、えーまあ、知名度を持った、影響力を持った人たちが来られると、あのー、俺としても、あの息子とかにも説明しようがない。うん、で、その、手越優也の、まあ、 ファンの人たち。まあ、例えば、画面に出てくれるだけで幸せ、幸せです、みたいな、その、まあ、ちょっと行かれた、完全にファックな人たちは、まあ、別として、あの、まあ、ファンでもない、俺ですら、どういった経緯でジャニーズを辞めたかぐらいは知ってるのよ。もちろんね世間的にも知ってる人たちが多いと思うし、子供たちにじゃあなんて説明すればいいんだっていう。 じゃ再出発、いやこれが再出発なんですって、まあ見ててくださいよみたいなファンからしたらそうなのかもわかんないけど、再出発も何も、何の溝きも済んでないわけじゃん。自分を育ててくれた、そのジャニーズ事務所にさ、あの、まあ、コロナで家にいろ,いろって言われてんのに、子供たちですら家にいるのに、大人もたくさん我慢してた中、えー、まあ、 女の子が大好きだからと言って飲み会開いてね、どうせあのパコパコしてたんだと思うんだけど、なんて説明すりゃいいんだっていう話で。うん。みんながみんなやっぱ結局そういう風に思われる。うん。思われてしまう。それで、事務所の方からもう自粛って言われたらじゃあ辞めるわみたいな形でね、まあ辞めてしまう。うん。で、え、YouTuber のヒカルが、 まあ、ツイッターでね、これ、あの手越くんに宣伝してくれって頼まれたので、えー、宣伝しますってことで、えー、宣伝してましたけど、うん。それで、まあ、ちゃっかり、えー、YouTube のチャンネルを、まあ、開設してるってことで、正直、あの YouTube っていうのはやっぱ、俺もそうだけど、テレビに出れなかった、えー、メジャーに行けなかったから、こうやって自分で一人でまあ、やってるわけですよ。あの黙々とね。で、そういう、 プラットフォームだし、まあ、あの、好きなことをずっと、まあ、好きなことで生きていくっていう、まあ、コンセプトだから、えー、好きな動画を素人の人が、まあ、上げ続ける。まあ、素人の人が一生懸命頑張ってるからこそ、俺は YouTube っていうのがもともと好きだったんだけど、それが、まあ、どん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 こうやってね、その、あの人たちはテレビに出てればいいわけだからさ、まあ、例えば、その、テレビじゃできないことがあるからっつって言って YouTube に、 来てる芸人の方々に関してはもちろんリスペクトしてるし、あの、それに関しては何の文句もないんだけど、こうやって不祥事を起こして何の見そぎもしてない人たちが、えー、来られると、本当に、あの、迷惑というか、それこそ、それで、俺らみたいなこの底辺、まあ、底辺って言葉あんま好きじゃないけど、あの、なかなか日の目を浴びない人たちが、それで日の目をもっと浴びなくなるのは、正直、ちょっとめちゃくちゃ腹が立つ。うん なんでお前らのために俺らはもっと日陰におらなあかんねんっていう話でね。うん。そのさっき言ったように YouTube でしかできないことがあるからってテレビの人たちが来るのは俺は全然いい、いい,い,いことだと思ってるの。だけど、まあ、手越とか宮迫みたいに、そういうね、あの、わざわざ日陰を潰しに来るような YouTube っていう、今いい、 その、やっといいプラットフォームに、認知されるプラットフォームになったところに来られるのは非常に本当に、まあ、迷惑です。はい。まあ、明日会見があるらしいんですけど、まあ、ちょっとそれをまあ、結局見てしまう。うん、見てしまうんだよね。まあ、そういうことです。もう本当、別のところで、まあ、早くテレビに戻ってほしいっていうところですよ。うん。あなたはそっちで育ったんだから、そっちで頑張ってくださいという話です。 はい、今日はそういった話でした。太郎でした。